5倍ホイホイを買ってきたら、真っ黒、次の日にはもう。で、ゴキブリはここ歩くわ。で、僕こっちも信用しきってて、100万の借金を急に背負ってってなるじゃないですか。とんでもないことっすね。せーの、パスカイです。ということで、今日はホストの極貧生活。ホストって、めちゃくちゃ貧富の差が激しい職業。はい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 。売りかけ飛ばれて、その月の給料がじゃあマイナス何十万っていう子もいれば、一月で1000万以上稼ぐっていう子もいるんで、すごいっすよね、貧富の差。ありますね。なんか動画とかで紹介するのって、はい、多分、シャンパンタワーがすごいとか、そうですね。すごい稼いでる絵は見てると思うんですけど、極貧の人を紹介するってことなかなかない。なかなかないっすね。うん、だからそこで我々がね、極貧生活の実態に迫っていこうかなと思うんですけども。みんなどのぐらいの割合でお金ないんですかね。昼食以下の給料、要は20万以下とかの給料をもらってる子が2、3割ぐらい、平均でならすと50万から100万ぐらいが4割、100万からまあ500万ぐらいまでがほぼで、もう1000万とかいくと1%っていうぐらい、まあ貧富の差がね激しいってことですね。そうです。というわけで、貧乏体験、はい、トップ2を僕からいきますか。お願いします。まず第2位、こちらまだ今も在籍してくれてるキャストなんですけど、はいはいはい、かれこれ15年ぐらい在籍してくれてて、はい、ずっと売り上げゼロなんですよ。その子もう寮に住んでるんですけど、もちろん周りから聞いたエピソードで、はい、その子何食べてんのって聞いたら、はい、毎日湯豆腐にポン酢と鰹節みたいなのかけて食べてますって言ってて、それ飽きんのかなと思って、はい、本人に聞いてみたろうと思って、はい、こういう生活を送ってるんやろって、はい、ちょっとなんか同情のも兼ねてのと、はい、なんかあったらちょっとお小遣いでもあげようかなぐらいのつもりで声かけたことがあって、その子もその子でなんか湯豆腐が一番好きらしくて、寒冷を飲みながら湯豆腐を食べるっていうのが営業後の楽しみみたいで、ツッコミに困るわ。そう、湯豆腐にポン酢かけてテレビ見ながら寒冷をたしなんで、それをこう15年間繰り返してるってホストがいます。変わってるのかな、もしかしたら。だいぶ変わってますけども。だいぶ変わってるよね。湯豆腐にポン酢って結構悲しいエピソードすぎて、俺もなんかしてあげたいなと思うぐらい。今度連れてってあげますか、ご飯でも。確かに、逆に面白いかもしれない。呼んであげたいまであるし、ね、確かに、お使いで話聞いてみたいですね、ちょっとね。これっちら第2位になります。第2位ですか、はい、ありがとうございます。僕の第2位はちょっと本腰を入れたいって思って、もともと一人暮らしだった家を辞めてホストクラブの寮に入ったんですね。はいはい、はい、で冬月グループの寮ってまあ割と僕はいい寮が多いなって。確かに綺麗だよね。悪い環境でも2人に1部屋とか、なる、はいはい、多くて3人に1部屋とかなんですけども、僕は前の店ねワンルーム6人だったんですよ。ちょい広めのワンルームに6人。それでもきついよね、野郎が6人でワンルーム。きついっすよ。で、コバエホイホイを買ってきたら、真っ黒、次の日にはもう、ハエが。で、ゴキブリはここ歩くわ。うわ。でもまあ、歌舞伎町のど真ん中にあるんで、はいはい、僕はもう本当にホストに人生捧げようって思ってたんで、そこでも十分だったんですけども、そこが一番僕の辛かった時代で、プライバシーがまずない。確かに、6人の野郎で住んだらどんな感覚格なんだろうね。いやもう仲いいんですよ、はい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 、その苦楽を共にしてるんで揉め事とかもないし、みんなでゲームとかもするんですけど、あれですね、みんなが段ボールをそれぞれのスペースをこうやって囲むんですよ。なるほど。だもうホームレスのあの段ボールが6個ある状態ですね。めちゃめちゃおかしい光景っす。本当にありえない光景っすよ。で、僕は2段ベッドの下だったんですけど、はいはいはい、僕はその2段ベッドの下を僕のスペースとしてこうやって囲って、まあ上のやつも上のやつでちょっとこう囲いつけて、それで6人生活してましたね。きつい、きついけどでもいいエピソードだよね。そういうきつい時期があるからみたいな、もうあの時代に戻りたくねみたいなと。あ、だから僕は頑張れましたね。確かに。あとはもう集中できました。邪念が入らない。もうそこまで劣悪な環境にいるともうホストのことしか考えないんで、うん、で、しかもその時は僕優秀だったんですよ。はいはい。寮に入りながらずっとナンバーワン取ってたん で僕寮でずっと電話とかメールとかしてるんですよ。その姿をみんな見てるから、はいはい、寮のやつもみんな売り上げ上がりました。結局そこが潰れて僕は冬月に入ったんですけど、それまではずっと寮でしたね。はい、だから別に俺寮暮らしのもう長かったんで、寮の気持ちも分かるし寮の良さも分かるんですよね。いや無理だね。なんか誰かと生活するのあんま得意じゃないかもしれない。女子はありだけど、僕ゴキブリ的なね適応力があったんで、はい、出ましたけど、はいはい、もう安いさすがに。じゃあ会長の第1位いきたいと思います。はい、
第1位、ちょうどホスト始めて3ヶ月か4ヶ月か目ぐらいの時にすごい稼げそうな、もう顔は本当に可愛い、こう風俗で働いてるお客さんから指名もらうことになって、正直に今2、30万ぐらい使ってくれて、で翌月にクリスタルボトル入れてくれたんですよ。当時のお会計で言うと小計で多分60とかだったと思うんで、まあ100万いかないぐらい、ちょうど100万ぐらいと100いかない、100ぐらいかなと。そしたら人生で初めて売りかけを飛ばれたのがその子なんですよ。なのでもちろん今までホスト3、4ヶ月目で貯金がそんなあるわけでもなく、入金日に急に連絡つかんそんな感じです。で売りかけも全然間に合うからって言われてて、で僕こっちも信用しきってて、そしたら急に、要はまあ簡単に言えば100万近くの借金を背負うことになりますよってことになって、こうめちゃめちゃもうパニックで、まだ建て替える資金なかったんだ。建て替える資金もちろん100万円なんか持ってなくて、これはどうしようやばいぞってなるじゃないですか。ちろんことっすね、100万の借金を急に背負って、これやばいぞって、もう急に極貧生活やと思ってて、もう路頭に迷うぐらいテンション下がって、そしたらちょうど1週間後ぐらいにこう同僚から電話かかってきて、今渋谷で道玄坂の方車で走ってたら坂道でこのお客さん見たよっていう連絡が来て、えマジで、ちょっと身柄取り押さえてほしいって言って、その時にもう完全に飛ばれてたんで、こう借用書みたいなの書いてもらって、連絡先とかもう絶対もう飛ぶなよみたいな、必ず勤務先とかも聞いて、で後々に回収できたんですよ。それでよかったっすね。そう、それだから本当に100万借金背負って確定だ、来月からどういう人生を歩もうと思ってたのが、それでこうそのまま売りかけ返してもらって、分割だったと思うんですけど返してもらって、それそのままお店に返して、なんとかそのマイナスを食わずに、こうもう超極貧生活にはならずに、手前でなんとかセーフになったっていう思い出で、それからはもう本当に売りかけを気をつけないと、売りかけって怖いんだな、そのお金で使ってもらったお金の金額がそのまま借金になるんだなっていうのを身をもって経験した。だから初めて売りかけとバレたのがホストの初めて4ヶ月目ぐらい、まあ、ホストって本当に厳しい世界なんだなって思い知った経験ですね。なんでそれも言うのもあっても、フィッツキグループでもかなりこう厳しく売りかけ気をつけなさいよ。あとあれっすよね、その無銭飲食なんで、間違いない、その売りかけを飛ぶっていうのはね、なのでそれだけは絶対やめた方がいいです。はい、これがもう僕の第1位です。じゃあ最後締めの、はい、みとなつくんの第1位お願いします。これはまあ僕の話ではないんですけども、はい、まあ、とある女性に指名をもらったことがありまして、はい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 、すごい綺麗な子で、ただ僕ね危険な匂い感じたんですよね、その子から。なので会計をすごく安く抑えて普通のこう接し方をしてたんですよ、はいはいはい、で後で本人に聞いたのは売りかけを1500万飛んでたんですよ。それだから僕の嗅覚は正しかった。でももうすんごい綺麗です、もう稼げそうに見えるしちょっとビッグマウスなんで信じちゃう気持ちもすごくわかります。あ、この子熱いだろうなって思ってバーン行かせる気持ちもわかるんですけども、やっぱりちょっと嗅覚がね、僕と彼の差があったかもしれないです。僕は危険な匂いを感じた。だから、まあ、飛ばれちゃった彼はね、ちょっと借金の噂もあるんで、はい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 、確かに1500万飛ばれるのはやばいね。1500万借金背負うようなもんですからね。普通のサラリーマンの4年分ぐらいの年収とかって感じだよね。3、4年分 それを一夜にしてその借金を背負うっていう恐ろしさもある。やば、怖っ。それが僕が飛んだって聞いた最高額ですから、ね、うん、ないね。まあ、させる方もあれですけど、俺から言わせれば売りかけそこまでの金額はちょっとね、どれだけ信用しててもしちゃダメだよね。させて、まあ100、200、よっぽど信用できて200ってとこじゃないですか。うん、確かに。あっていう感じで、はいはい、貧乏なホストというか駆け出しなんてみんなお金ないですからね。僕らも何年もかけて人並み以上にね、以上にね生活できるようになったんで、うん、特にねもう駆けを飛ぶのはダメなことなんですけども、はい、特に新人の駆けを飛ぶのは殺人行為ですから、ね、殺人行為ですね。殺人行為です、ね、恐喝より恐喝だよ、恐喝より恐喝ですよ。はい、分かりました。売りかけを飛ぶと地獄に落とすことになるんで、はい、やめましょう。以上ですね、今日のおつかいは。はい、おつかいでした。